小瀧光る7月15日隊は、日本のミュージシャン、キーボーディスト、サウンドプロデューサー、作曲家。旧表記は、小瀧光る。1959年、岡山県に生まれる。3歳の頃よりピアノを学び、中学生頃からラジオで聴いた、ピンクフロイド、ディーレックス、ノイ、カンなどのプログレやロックに影響を受ける。大学在学中にバンド、 シネマを結成し、1980年に、ムーンライダースの鈴木圭一プロデュースアルバム、モーションピクチャーズにより、シネマのメンバーとして CBS ソニーからデビューした。1985年頃、戸川純とヤプーズにキーボーディスト及び作曲者として参加する。以降は、大沢義行のバンドで、ソングプロデューサー等を務めたり、知人の依頼で、 アングラ演劇の BGM を担当、キティレコードでは、戸ガ昭夫のプロデュースも務めた。これらの演により、音楽ディレクターから声がかかり、1991年に劇場公開された、うるせえ奴らいつだって、マイダーリンの劇とも音楽を担当した。他に、作品制作に関与したものとして、メトロファルス、X、チューナリアンドで、ラックス、ラブダイナマイツ、 小泉京子、泉谷茂、松田裕作、久保瑠璃子、夏木マリ、沢田健二エキゾチックス、筋肉少女隊、元木正宏、デッドエンド、黒夢、金子まり、森園勝俊などが挙げられる。1988年、バンドと DJ や MC の融合による新たな表現スタイルを目指したエクスタシーボーイズに入り、1994年に、 マーク・カミンズのプロデュースで、ホーリー・スピリット・ダンスが、世界的に販売された。後には、ノンブレス、トゥルマ、頭脳警察などに参加したほか、2014年からは、サニー・クボタとオールド・ラッキー・ボーイズに参加している。ありがとうございます。